どうも、砂掘りの森田光也です。今回は八方尾根スキー場のうさぎ平コースに来ています。全日本スキー技術選手権大会のコースオープンということで、今うさぎ平コースを滑っております。はい、はい、すごいね。これ滑りごたえあるよね。うん。うさぎ平コースは全日本スキー技術選手権大会のメインバーン、予選、決勝、スーパーファイナル、ウイニングマッチ、全てにおいてこのうさぎ平コースが使われます。はい、簡単に特徴をお伝えしますと、最大斜度が 25.8 度だったかな。思ったより緩いね。緩い、その数字としては緩いじゃん。滑った感覚としてはすごい急に感じる。うん、で今日は前日の雪で少しこうバーンが荒れやすい模様。うん、ちょっと柔らかめだね。ちょっと柔らかいんで、こう雪に足が取られないようにうまくこう板と自分の位置関係をうまくバランス保ってちょっと滑ったような感じです。構成美が芸術的だね。そうだね。ここのコースは本当に数々のドラマがですね、生まれたバーンでもありますので、全日本スキー技術選手権大会に向けてちょっとこちらのうさぎ平コース、滑っていきたいと思います。行ってみよう。どうです、ここスタートになるところなんだけど。うん、物々しい雰囲気ですね。え何物々しい雰囲気ですね。すごいだね、いろいろ見渡せるし。ここでスタートを構えるんです、こうやって。うん、大会当日は実際こういうところにバーって選手が並んで、まあ今も並んでるけど、構えてこのうさぎ平に飛び込んでいくわけですね。いいよね、この雰囲気が。という感じでスタートの雰囲気どう？うん、共感していただけましたでしょうか。いいね、うさぎ平。何がいいの？うん、まず今日ピシッとね晴れましたね。うん、あとはやっぱこの緊張感、選手がガーってここのうさぎ平に集まるじゃん。うん、やっぱついにここ来たなってなるよね。そうだね。うん、いよいよだなっていう、そんな気持ちですね。おー、うん、やっぱね、ここうさぎ平っていうか八方晴れると本当に綺麗なんだよね。下からのアングルも綺麗だね。映えるんですよね、めちゃめちゃ映えない。うん、すっごいこのブルースカイにホワイトスノー、そしてブルーウェアにブルー板。そこはスキーじゃないんだ。ブルースキーか。そうで、
白馬の街並みに白馬の山々、こういうのがね全部ね、ドーンっていう感じ、スケールすごいでかいよね。うん、滑ってるこっちもさ、このうさぎ大学のスタートから立った時の下の風景がさ、わかるこれ。うん、今日は晴れてるから、これがさ大会の時もこういう風に晴れて下の観客の方々をバーンと見れて、で遠方には白馬の街並み見れたらさ、もううおーってなる。なるね。ところでウェア変わりましたね。そうだね、ウェアも変わりましたよ。フェニックス真っ青、真っ青、やっぱ板も青いしウェアも青く、青色と言ったらそんな感じですいいね、いいねこの色。うん、やっぱ青色ってさ、このあ青空にもこう映えるし、雪にもさぴったりじゃん青色。うん、映えるね。うん、いいね。うさぎ平コース結構滑りましたね。滑りました、はい、大会に向けて頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。はい。